明治時代から大正時代にかけての日本学派。本名はジョージロー・ロウ。はじめエースとゴース。二度目の妻は尾崎紅葉文化の作家北田薄らい。明治3年6月25日、長金氏の梶田正マサハルの長男として、東京下屋・岡カ町で生まれた。家は、代々幕府の高城だったが、父は、長金を業としていた。家業は、 弟が次、幼少から、画祭のあったハンコは、明治15年に、下屋練兵人城高等小学校を卒業すると、苦しい家計を助けるため、早朝から深夜まで輸出品のうちは、扇子やハンカチーフに絵を描いて、豚屋へ運んだという。明治16年13歳の時、浮世絵師で、陽州近信の弟子、鍋田玉絵について、絵を学ぶ。翌年、 眼病により絵画修行を中断しことや月金で身を立てようとするが、1年ほどで病は家再び画道に戻る。明治18年、15歳で今度は鈴木がこの子で、石井白帝、鶴蔵の父にあたる。何らか、石井かなえ子に着いたが、同年に、父が亡くなったためこれを中断する。半子は家族を養うため、松尾義助らが、 横浜で設立した日本の工芸品輸出会社、起立交渉会社で工芸品の死体を描いていた。この会社で同じく図案を描いていた菊池要塞の門人、鈴木家村に教えを受ける。家村から菊池要塞の木版画集、全権古実を紹介され、全図を暗記するほどまでに模写、独学で人物画を習得している。この成果が早くも、 明治19年の東洋絵画共振会で、法上という形で現れ、その後明治24年日本画の革新を目指す、日本青年絵画協会の結成に発起人の一人として、加わる。明治28年第四回内国官業、博覧会で、法上受賞。明治29年日本青年絵画協会が、日本絵画協会に発展し、また、明治31年には、 日本美術院が創立されるに及んで、特別参助会員となって活躍。領海連合の共振会に、春昇音や、法年などロマン的な作品を発表、類型的な旧派の作風にこうして、斬新な写実表現に力量を示し、新日本画の開拓に停進した。明治40年の東京官業博覧会では二等、エルモ、文展解説後は、 自身の健康状態の悪化もあり、審査員に選ばれず、作品も一切出品していない。ただし、翌年の国画玉成会では、審査員を務めている。大正6年4月11日より、渋滞に陥った折には、ハンコを敬愛する弟子たちは、ハンコ宅の隣に家を借り、垣根を取り払って、看病に努めたという。 しかしその甲斐なく、4月23日廃館により死去。去年48。墓所は、菅野の染霊園にあり、傍らには、弟子の小林古径の筆になる、梶田半子先生の日が経っている。若い頃から図案で生計を立てていただけあって、半子は、孤児や服飾、図案にも通じていた。明治37年自作図案集、若久志助を出版している。 図案の中には、アール・ヌーボーの影響を受けたと母式デザインもあるが、単なるモノマネではなく自分の中で完全に消化した上での表現となっており、印象も洒落た字体を用いたものがある。ハンコは図案を描くヒントを得るため顕微鏡を使ったと言われ、日本画家としてはおそらく一番早く電話を引き、ハンモックで昼寝をするなど、積極的に新しいものを取り入れた。 日本画と洋画を区別する考え方は偏っているとして一周し、自らも油絵を描いている。明治35年頃には王朝衣装に着想を得て、現代風に着やすくした改良服の図案を発表するが、こちらは普及しなかった。また、半個の画業で大きな比重を占める分野に、明治30年代から40年代をピークとした雑誌や、 新聞の挿絵や口絵の制作がある。当時は、挿絵の仕事でハンコを知る人が大半だったろう。本格的に挿絵を手掛けるのは、明治30年読売新聞社員となり、小崎紅葉の金色夜舎の挿絵を書き始めてからである。小杉天外、真風恋風や小崎紅葉カンボタンなど、新聞連載小説の挿絵は十数本に上り、ハンコが、 挿絵や口絵をつけた単行本は50冊を超える。また、雑誌の口絵も、文芸クラブや、新小説など総数100点近く描き、読売新聞史上のこなは膨大な数に及ぶ。ハンコは、口絵や挿絵を量産しながらも、決していい加減な気持ちで描いたわけではなく、むしろ、それらの地位を高めるべく奮闘した。ハンコが描いた。 女学生の髪型や着物の着こなしは、当時の若い女性たちの憧れの的であり、半個の女学生という言葉ができるほどだったという。明治38年、新聞小説の差し絵の仕事に興味を失いほとんど、描かなくなる一方で、この頃から絵はがきの仕事が増える。明治30年代後半から大正にかけて、日本で一大絵はがきブームが巻き起こり、 多くの画家が生活の糧を得る必要もありこれを手掛けた。そうした中には独自の境地を切り開いた画家も少なくないが、ハンコもその一人で明治38年9月の日本絵葉書展覧会における上位2章入選作11点のうちハンコの作品が4点を占めている。これらの仕事のおかげでハンコは当時の日本画家としては珍しく、 本画だけで生活できた反面、展覧会にふさわしい対策が少なくなってしまった面もある。生前、ハンコは流行を追って華やかで目を引く対策ばかりが重視される風潮に警鐘を鳴らしており、文典不参加もそうしたハンコの姿勢の現れとも考えられる。彼の門下からは、小林古径、前田清孫、奥村都牛、荒井勝利、夏目利政、 山内神尾の高木長原時代の春秋が排出した。画名の高さや近代日本画を語る上で重要な位置にいるにもかかわらず展覧会出品作も含め作品の所在がつかめない場合が多く研究が進んでいない。ありがとうございます。